それではトークショーを始めさせていただきます、ご紹介します。猫好き編集者伊藤純子さんと出版社クラブハウス社長川西康夫さんです。今日は猫本編集話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、続きでいいんですか、今。続き、はい、鎌倉が。そう、で鎌倉のなんか売り物って何って言ったら、自然しかなくて、自然って何って、まさにこの、うん、なんていうかな、あのセルフヒーリング。はいはいはい、うん、それで私自身も実は結構メンタル的に今、うん、あのちょっと辛かったりするんですけど、うん、あのな、癒しで一番効果があるのは何か、これはもうまさしく猫以外ない。そこで猫ですね。猫ですね。薬よりも何よりも猫一匹いれば、まあ、あの、あらかた痛みとか苦しみとか救われますね、辛いことが。あの、なんだろう、猫って犬ほどこっちを見てないじゃないですか、勝手にやってるっていうか、ね、でも、あの、放置はできないから、ちょうどいい関係なのかもしれないですよね。あのうちの今鎌倉に稲荷ちゃんっていう猫がいまして、はい、あの鎌倉殿の13人っていう大河ドラマで、大江広元っていう人がいるんですけど、うん、その大江広元を釣った大江稲荷っていうお稲荷さんがいるんですね、うん、そのお稲荷さんの初馬の日になぜか突然うちに現れたんですね、なので稲荷ちゃんと名付けたんですが、この稲荷ちゃんはもうとってもしっかりした子で、家の中には絶対入ってこない、だけどご飯だけはちゃんと朝昼晩って食べるんですね。で、あの、全然懐かないですよ。餌は外に出したんですか。だんだんこう台所の中に入れて、でそれがですね、この間私あのすっごく仕事を集中して、あのちょっと離れがありまして、離れてすっごい集中してたら、なんかねほかほかするんですよ。なんかほかほかするなって振ってみたら、稲荷ちゃんが乗ってたんですよ。もうびっくりして、と思って、でもその日は12時ぐらいに出かけなきゃいけないのに、稲荷ちゃんがいるから動けないんですよ。でなんかわかる、猫飼ってる人はみんなわかると思うんだけど、一回乗ったらなぜか猫って動かせないのはなぜですかね。わかんないけど。そうですよね。なんか気まぐれなんで、一度動かしてもまたね、いつ今度来てくれるかみたいな関係なんですけど。そう、来てって言っても絶対来てくれないんですよね。でなぜ来たかっていうと、多分外が寒かったから暖かかったじゃないかなと思うんですけど。本当気まぐれですよね。そう。で、そうなんですよね。で、だから、なんていうんですかね、あと犬っていうのは、犬種がちっちゃいのと大きいのといて、うん、やっぱりこう犬を飼ってる人でも、なんていうか、種類がありすぎるじゃないですか。そうですね。あの、ちっこい犬とでっかいあのラブラドリーなんかのでかいやつって、まあ、性格は基本同じだけども、ずっと家族や主人はじっと見てますけど、ちっこい犬に関してはちょっと猫っぽいところありますよね。でかい犬だと逆に存在が大きすぎて、ちょっとやっぱりこう なんだろう、あの、放置できないですよね。そういう意味じゃ猫はちょうどね、伊藤さんにはぴったりじゃないかなと思いますけどね。あ、まあ、私よりね、南畑さんの方がもう詳しくてらっしゃると思うんですけど、はい、もう日本中でも世界中でもどこ行っても猫って大体同じじゃないですか。なんかあの形とか大きさとか、そうですね、あのよっぽどじゃないと。でだからそれと、猫好きな人っていうのは自分のうちの猫が一番可愛いんですけど、でもよそのうちの猫も可愛いんですよ、うん、迫害主義、うん、でそれでもう今から10年くらい前になるのかな、その私がうちでね、ハチワレの猫ちゃんを飼ってる時に、やっぱりハチワレの猫を飼ってる方が SNS に行って、うん、であのハチワレばっかりの写真を
なんか投稿するようなグループができたらいいなっていうんで、うん、8割クラブっていうグループを作ったんですね。でもそこは実はルールがあって8割猫しか入っちゃいないんです、うん、でも猫の中にはパソコン使えない猫がいるんで、まあ、そういう時は仕方がないんで代理人として人が書き込んでもいいですよっていうルールなんですねそうだからよそのうちの猫の話を書くとか、うん、なんかこうシェアをするとか、うん、そういうのやっちゃいけないっていうのと、うん、あとやっぱり猫好きは破壊主義って言いながらもやってて分かったのがやっぱりこだわりがある人っていうのがどんな社会にもいて、で例えば多頭飼いっていう、はい、いっぱい猫を飼ってる人に対してやっぱりそれはよろしくないですと、猫は少なく飼いましょうっていう考え方の方もいらっしゃるし、それから餌について、で実はこれはある出版社で本を出すっていうので食べてはいけないっていう本を出した出版社がいまして、それが260万部売れてるんですよ。フランセさんのフランセシムスクス、はいはい、そうで食べてはいけないシリーズ、はい、でそれで食べてはいけないキャットフードっていうのを出したいって言われて、実は私2年取材したんですよ。ありとあらゆる、はい、メーカーにも行って、はい、ノーギャラで自前でそれで結論として分かったことは、食べてはいけないキャットフードは売ってはいないと、うん、結論としてはね、うん、でそうこう言ってるうちにその出版社の代表の方がお亡くなりになっちゃったり、うん、担当の編集者がいなくなっちゃったりで、私の2年間の出費っていうのはもう自腹を切ったで終わってしまったんですけど、その原稿は残ってるけれども出せれない感じですか。原稿じゃなくてデータですね。データ原稿で、はい、うん、なるほど。そうだけど、でもやっぱり読む人ってあんまりいい話読んで喜ばなくて、うん、悪口の方が本って売れますよね。うん、まあ本って結構マス向けじゃなくて今ポイントポイントで出しちゃうんで、どうしてもなんだろう、そういうそこの版元さんなんかはもうね、姿勢が明確だから、だからこうそうですよね、アンチとかネガティブなテーマの方が好まれる読者だとそうなりますよね。あとですね、その260万部売れた本をそもそも出した時代っていうのは結構やっぱり職人の衛生管理っていうのが割といい加減だったんですね、うん、で、まあ、私がある職人の衛生管理をやっている人に聞いた話なんですけど、ある工場に行ってドアを開けたらそこの倉庫の中が緑色だったんですって。それで この緑色は何だろうと思ったらカビだったんだって、うん、そこに入ってるものは全部カビだけど、猫の餌を作るときに熱処理をするから、はいはいはい、カビはもうみんなね、はい、処理されちゃうからカビが生えてても大丈夫です、はい、っていうようなものが置いてある企業さんがいたんですって、はいはいはい、ところが今は企業のコンプライアンスとか、はいはい、ハセックとかあるから、はいはい、もうそういうところは基本的にはまずありえない。そうですよね、うん、それから稲葉、はい、チャオチュール、はい、チャオチュールは恐ろしくて、どんな猫とでも友達になるツールなんですけど、あまりにも美味しすぎるので何かあるんじゃないかと思って取材したんですけど、稲葉の場合は社長が全部試食するんですって。でその社長が試食するんだけど、やっぱりタイ産より国産の方が美味しいねって言ってたっていう話なんですけど、食べられないものは売ってない。もともと稲葉って人間用の缶詰を売ってた会社なので、で例えば外国産でもヒルズなんかはもう研究所に猫が何百匹もいるんですって。で本当に真面目に研究していて、ただしその
まあ、ヒルズじゃなくって、うん、例えばオーガニックとか、うん、まあなんか偉そうなことを言ってるけど本当にちゃんと作ってるかどうかっていうのは、うん、大変なところは実は、うん、あのそのものじゃなくて流通なんですね。大体みんなお金かけないから船で来るんですよ、飛行機じゃなくて、はいはい、そうすると船で来る間にカビたりとか、うん、虫がついたりとか、うん、あのしちゃうわけですね、穴が開いたりとかね、うん、そうすると原材料がいくら良くても、うん、流通がちゃんとしたところをやらないとダメなんですね。そうですね。そうすると案外ブランドだけで判断できないんですよ、うん、いいブランドなんだけどすごい粗雑に、はい、あの、まあ、売られてたりだと、はい、結構問屋からこうねあのノーブランドのやつだとなかなか流通チャンネル作れないんで、問屋からこう最後流されて格安ショップで売られていたりとかしますよね。そうで安いから悪いかってそうじゃなくて、うん、逆に粗雑なんだけど値段が高くて、うんうん、高くして売っちゃうみたいな、うん、あのありますありますですよ、はいはい、なので、うん、そのこれを食べちゃいけないみたいな、うんうん、なんかマヨネーズを食べちゃいけないとか、うん、マーガリンを食べちゃいけないみたいな、うん、そういう言い方っていうのはできないんですね、うん、でじゃあ手作りで餌を食べさせるのがいいかっていうとそれもやっぱりいろいろとあって、うん、猫のこう生活環境が変わってきてしまっているので、うん、その外で暴れ回っている猫ちゃんと、うん、お家の中にいる猫ちゃんと健康状態が違うので、うん、やっぱり食べ物が言い悪いっていうのが、うん、あのなかなか決めにくいっていう、そうですね、そういうね、なんかあの奥が深いっていうのがよくわかります。うん、なんかあと5分になってしまいましたけど、ああそう、猫の今本を例えば最近まで出された本とか、最近はね、はい、出されてなくて、はい、実はこの前のセッションでは、はい、そのタロットカードの話をしまして、あそうなんですか、猫のタロットカードとか猫の占いとか、ちょっとこれをコレクターなんですけど、はい、まあ、タロットカードの一つ一つのこの、まあ、カードの解説はあるんですけど、まずこのリーディングっていうのがすごく面白いとか、あとこの、和歌、和歌なんですけど和歌が占いになっているとか、こういうものがありまして、面白いですね、結構ちょっとこうやはりこうスピリチュアルというか、はいはいはい、心のこういうね、はいはいはい、ケア系なこととか、はいはいはい、それから、まあ、猫にこだわらず植物だったり自然だったりみたいなことと、まあ、セルフヒーリングみたいなものに、はい、ちょっと関心は向いているところがありますね。はい、伊藤さんはずっとその室内で飼われていて、まあ、大半の人はそうなんだと思いますけど、最近よく猫の散歩をされたといったりしますね。されたりしますか。うちは逆にですね、あんまり室内で飼ってなくて、あそうなんですよ。で前に飼ってた猫も自由に外に、はい、出入りしていて、で近所の人が「ちびたちゃんどことかにいましたよ」みたいな地域猫みたいな地域猫みたいな感じで、で今稲荷ちゃんっていうのは完璧に野良猫、うん、なるほど、でうちは実家の裏が里山があるんですけど、はい、里山にこう私が行って。でなんかこう、まあ、今だと水仙の花がいっぱい咲いてるんですけど、それを取りに行ったりするとなんかニャー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 言ったりとか山の中を走り回ってなんかバッタ捕まえたりとか、タンパク質は自分でこうなんかだからそっちの方が健康的なイメージがあって、昔昭和の時代ほとんど外猫っていうか、うん、あまり猫エイズみたいなことはなかったからだと思うんですけど、今はなんかそういうのがあるから出さないようにするじゃないですか。そうです ね、だからなんか都心で飼ってる猫はちょっとかわいそうなのかなみたいな。でもね、ある時うちにね不思議な動物が出てきて、で庭に出てきて、もうなんだかわかんないんですよ。写真撮って、これなんだろうって、宇宙人かなと思って、もう本当わけの
かわかんない動物が出てきて、八丈島の今日みたいなのが出てきて、あ、それが結構でかいんですか。でそんなこれぐらいなんですけど、うん、それであの保健所の人に見てもらったら、タヌキが海鮮っていう病気になって、はいはいはい、毛が全部抜けちゃって、なるほど、はいはい、すごいもみじめな感じ、でもう捕まえられないんですけど、はいはいはい、そういう子がやっぱり野山にいるので、うん、やっぱりこう野山で暮らすと、まあ、そういう病気がうつったりとか、うん、まあ、リスクもあるので、うん、まあ、どっちがいいのかなっていうのは分からないんですけれど、うん、あの、まあ、そのね、南幡さんとかも田代島とかいろんなところ行ってるのに、うん、いろんな自然な猫ちゃん会ってると思うんですけれど、うん、なんかお家の中の猫ちゃんと外の猫ちゃんもやっぱり同じ猫とはいえちょっともしかしてメンタリティが違うかもしれないですね。よくだからあのフェイスブック仲間の人たちが例えじゃないんですけど、保護猫活動を、うん、あの真剣にやってる人となんとなくなんかもう周りやってる人がいないんで、あの自分やるしかないかっていうんでやってる方とかいて、でその人たちもいろいろこう揉めたりとかいろんな出来事があるじゃないですか。なぜか揉めるんですよ、揉めるらしいんですけど保護猫ってねそうでそれを拝見するとそのなんだろう、猫ってほら自然の中で、まあね、暮らしてるから家猫 そのポジションに外猫が入ってきていつまでも居座っちゃうとか、うん、あの餌を取っちゃうとかっていう、まあ彼らが当然のことをやってるんだけど、だからなんだろう、そのどこの視点でその猫社会を見るかによって随分違うんだなって、ね、違いますね、うん、なんか かわいいっていう見方もあれば、やっぱり南原さんの写真なんかはやっぱりこう猫が凛々しいですもんね、なんかこう、うん、外にいる猫なんで、ね、あの島の猫の写真集なんかはすごい素晴らしいですよね。そうそうそう、やっぱりなんか覚悟持って生きてるっていう目つきが違うっていうかねそうですよねそうなんですよ、だからね猫一匹あの僕マンションで買い1年前かな飼い始めたんですけど、やっぱねそのイベントがないとそのなんていうかこうやることないじゃないですか寝てテレビ見てテレビって猫専門番組みたいな、ね、YouTube 最近あるからああいうの見て、最近あの光にあの反応してこう鏡でこうやると今度はなんだろう、そういうことを考えるとちょっと悩んでしまうっていうか、うちのイライちゃんはちゃんともうね、うん、山行ってパトロールして仕事してますからね、いいですね、もうご飯きっちりと食べて仕事してますけど、いつまで生きるかわからないですけど、はい、こんな話でよかったんでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、申し訳ございません、大変盛り上がって私もずっと聞いていたいぐらい楽しかったんですが、はい、そろそろお時間でございます、はい、あ、じゃあちょっと1点だけちょっと、はい、1点だけね、どうぞ、はいはい、あの出版社やってるんですけれども、あの、はい、最近出した本で、これセルフ前世療法、まあ前世療法っていうのは言葉が分かりやすいんで前世療法ってことなんですけど、まあヒプノセラピーっていうやつですね、ずっとあの対抗催眠やっていくと胎児まで戻ってさらにやると違う人格キャラクターが出てくるっていう、まあ潜在意識が発現してるっていうやつなんですけど、あの著者が東大心理学をやった人で、3000人ぐらいの今に見てそのノウハウをあの本にまとめたんですね。でどういうことかというと、人に見てもらうんじゃなくて自分で見るっていう、だからヨガみたいなもんで、その体をリラックスさせてでその自分で見るノウハウをこの本の中に入ってるんで、であのよくネットにある、リーディング の, あのアナウンスがあるじゃないですか、あの動画あの YouTube とか、あのそれをこの著者が、まあ、一応このノウハウ公開と、あとその YouTube ナンバーを公開してるっていうタイプ、改訂版なんですよ、3年前に出して結構評判で、うん、結構これの展示版があったりとか、もう勝手に皆さんやってくれていて、まあ、もしそういうの関心がある方がいれば、あの面白いです、あの、うん、単純に楽しめる。あともう一点、すいません、ね、さっき出たあのそのた、食べるのってね、あの、フナセさん、この200本で書いてますけど、船瀬さんも推薦していただいている、コロナの真相謎解き紙芝居って、まあ、最近ネットでいろんな声が出てますけれど、まあ、あのハンドブックタイプの、こういうあの文章じゃなくてあの
QR コードつけてやってるので、非常にあのパワポまとめたみたいな、そうですね、あのだからそのあまり真剣に文章とか専門的に医療雑あの本とか皆さん読まないから、まあ、これねあのコロナ離婚したあの人があの書いたジャーナリストじゃないんですよ。だから非常にあの目線が我々と同じ目線で本当どっちなんだみたいなことをちょっとまとめてる本で、まあ、もしねこの関心があったら、これ今4ずりいってます。はい、はい、どうもありがとうございます。それでは最後にまた伊藤さんと飼い主さんに拍手をお願いいたします。